パドレス・ダルビッシュ有投手38が4日日本時間5日の本拠地タイガース戦で先発すると2日同3日パドレス取材をする現地ラジオ局97.3ザファンが x 旧ツイッターにシュミット監督がダルビッシュ優が水曜日4日に先発すると発表したと投稿したダルビッシュは今季 3月20日に韓国で行われたドジャースとの開幕戦に先発。6試合目の登板となった4月30日、同5月1日の本拠地、レッズ戦で今季初勝利を手にした。5月19日、同20日の敵地、ブレイブス戦では今季4勝目を挙げて、日米通算200勝を達成。だが、同29日、同30日の本拠地、 マーリンズ戦で3回6安打3失点で降板したのを最後に、左脚付け根の張りで負傷者リスト、IL、入りして戦線離脱した。一度はマイナーでの調整登板もして復帰も目前だったが、右肘に炎症が見つかって6月末の復帰予定を延期。その後は、家族に関する個人的な事情で7月6日から無給の制限リストに入っていた。8月23日、 同24日、に i l に戻り、復帰へ向けてチームに合流して再び調整を再開していた。今季はここまで11試合に登板して4勝3敗、防御率3、20。5勝目をつかむと、日米通算201勝で、野茂秀吉に並ぶ。日米通算203勝となると、黒田博樹氏に並ぶことになる。 パドレスはナリーグ西地区首位のドジャースと55ゲーム差の地区に、逆転優勝、プレイオフ進出へ向けて、ダルビッシュがチームに加わることになりそうだ。